豊田が動いています。ファーサイド、高橋良樹ですね。高橋のヘディングシュート、高橋良樹はこれが2年ぶりのゴールになります。フルス相手に3対2、そうですね、うん、かつて2年間在籍した仙台に対して2年ぶりのゴール。いや、ちょっとこれまだわからないですね。そうですね、この2点目また大きいですよね。このカットインのね、このクロス、吉田選手のクロスですけども、前半からすごく可能性が